ティッチムルチダ、まあ、これ全然このね予想はつかないと思うんですけど、これ何かというと、日本人は普通にこう手をブラブラさせますよね。普通になんか立っていくと。でも韓国人の男性特に見てると、こうほらこういう姿勢の人が多いでしょ。ああいう時もね、特に年配の男性とか、この手を後ろで組むって言い方なんですよ。これティッチムルチダっていうのは、これ日本はあんまことしないですよね。で、僕は軍隊の影響なのかちょっと私も分かんないんですけども、年配になればなるほどもうこうしないで、やっぱりこういう感じで手を組んで立って待ってとかしてもいいですよね。やっぱり軍隊の影響なんでしょうかね、うん、でこういう話、軍隊の話ができたので、まあ、こういうティッチムルチダっていう話が出てきて。